皆さん、こんにちは。花子です。Hi, buddy, it's 花子 n a 物語を読んだことがありますか ?1000 年前に書かれた話です。主役の光源氏の話ではなく、私は女の嫉妬の話だと思います。Rather than be about the main character himself, Genji I think it's about the story of jealousy of w o m e n そして昼ドラでもあります。It's the also soap opera. あらすじはこうです。The story this. goes like this. 小さい頃に光源氏のお母さんが亡くなりますが、彼は実のお母さんにそっくりなママ母を持つことになります。

He had to give it up. そしてそのまま母にそっくりな姪っ子を見つけます。彼はその姪っ子を理想の女性に育てました。それが紫の上です。で he、like、s は彼の子を理想の女性に育てました。それが紫の上です。で、彼は彼の子は妻を多く持つ貴族でしたが。が紫の上は。

話は戻りますが、光源氏は若い頃、ママ・母との間に子供ができました。それが10年後に発覚し、島に連れて行かれて、数年の牢獄生活を送ります。Going back in time, back And he was sent to an island prison for a few years. sent prison he few to for 紫の上は光源氏が心配で仕方がありませんでした。光源氏は牢獄生活を終えて、その時にできた妻と、その妻との間にできた赤ちゃんを連れて帰ってきます。Lady 紫 was worried about k after serving his time in prison, he returned home with another wife he acquired at t h e time, as well as their child. その新しい妻は階級が低すぎて赤ちゃんを育てる権利がなかったので代わりに紫の上が赤ちゃんを育てることにしました。The new 紫の上が我慢できたのは 彼女が一番目の妻だったからです。しかし、ここで状況が変わり、光源氏は自分の地位を上げるために、天皇の娘と結婚することにしました。However, in turn of event, decided daughter of to event, decided turn marry emperor's in raise his rank his 天皇の娘のランクは、紫の上のランクよりも上で、 紫の上は一番目の妻の座を奪われます。一、so、番目の妻は一番北の部屋に住む権利がありました。それまでずっと我慢してきた紫の上はとうとう病気になってしまいます。Living her whole life in patience, She eventually fell ill and died. 紫の上の死によって、光源氏は人生の中で一番愛していたのは紫の上だったという子に気がつき、失望します。With the best of Lady m 光 r a a realized that he had loved her more than he had anyone else and became depressed. は地位を捨ててお坊さんになります。Abandoning his high rank.He became a monk. ここまで耐え忍んできた紫の上に誰がこれ以上頑張れと言えるでしょうか私の母もかなり嫉妬に狂っています。My mother has also been guilty of jealousy. 母の愛情の対象は、野良猫です。Her affection is toward a stray cat. 母は常に猫3匹くらいを飼っていますが、それ以外にも、野良猫をほとんど自分の猫のように世話をしています。その野良猫は、ご飯を食べたい時にだけ母のところに来て、ゴロゴロと甘えます。When the stray cat was hungry, しかし私の母はその猫が他の家の奥様たちとも同じことをしていたところを見てしまいました However, 母はとても嫉妬しましたその気持ちをどこに持って行っていいかわからずストレス解消に私に悔しい胸の内を明かしました

とりあえず一度、源氏物語を読んでみてください。Anyway, I recommend that you read the classic Japanese masterpiece 源氏 at least one. この話は私が書いた Hanako's Japanese Story Chapter 6に書いてあります。Amazon で好評発売中、ぜひ買ってください。It's available on Amazon.Please buy it. 11月から上級の扉を使った新しいクラスがスタートします。New online class using 上級への扉 is starting next month。締め切りはハロウィンまで。The deadline is Halloween。詳しいことはここをクリック。For more information, please click here. それでは、さようなら。バイバイ。